ということで、まさか再びまたもやブルマの姿になる日が来るとは思ってもみませんでしたが、この日はですね、撮影会でブルマ姿を初解禁してしまいました。最後にブルマの姿になったのは、YouTube でも載せてるんですけど、雑誌クリームさんの撮影でブルマを来たんですけど、その時にね、最初で最後になるんじゃないかみたいなことを自分自身も思っていたし言ってもいたんですけど、この日は撮影会でブルマを見たいというファンの方の声があったので、ちょっともったいぶってないで、そういう声があるんだったらみんなの要望に応えるのもありなんじゃないかと思って撮影会で勇気を出して着てみました。なので本当にレア中のレアでございます。またブルマになる日が来るなんて。ということで、久々の船岡のブルマ姿はいかがだったでしょうか。こんな風にね、またひょんなことからブルマになるかもしれないし、もうならないかもしれないし、わかりませんけど、今回はちゃんとブルマを履きました。